はい、本日晴れて卒業させていただきました。どうもお世話になりました。私は、約2年ぐらいですね、自宅の方で開業して立つんですけども、最初はすごく順調だったんですけど、だんだん、リピートの方でですね、かなり、落ちてしまいまして、相当悩みました。それで、その時にですね、インターネットの方で、保管者さんのスクールをこう見つけまして、それで、もう早速ですね、説明会の方受けさせていただいて、それですぐも始めさせてもらったんですけども、やっぱり、保管の塾長の指導のもとですね、とにかくお客様にリピートの必要性を訴えるということは、そこら辺がちょっと遠慮がちだったんですけども、それをはっきりお客様に伝えて、で、ことの重要性っていうのはすごく痛感今し始めてるんですけども、実際に、こちらのスクール通ってから、また前もちょっと来なくなりがちだったお客様に、保管者さんの方でお世話になり始めてから、また同じお客様に接してても明らかにそのリピート率が上がってます、変わってきてるのを感じてますので、まあこれどんどんですね、磨いていけばもっとそういう人数も増えて、そういう方が増えていくと、はっきり感じ始めているところですので、今、現場の方でも勉強させていただいているんですけども、すごくためになっています。また今後とも全体セミナーの方も含めて、ぜひよろしくお願いします。